ジェラルド・ムーアは多数の著名な歌手と共に歌曲の演奏会やレコード録音で知られたイギリス人ピアニストである。ハートフォード州オトフォードに生まれた後カナダのトロントで育ち音楽教育も主に同地で受けた。ムーアは著名な気楽奏者、例えばパブロ・カザルスなどとの共演をしたこともあるが、エリザベート・シューマンやマギー・テイト、キャスリーン・フェリアなどの歌手との共演で、 より知られるようになる。伴奏者の地位を、それまでの歌手に従属した役割から芸術的に、同列の共演者に高めたのは、彼の功績である。ムーアは音楽について、講義や執筆も行い、1962年に、出版した、お耳障りですが、ある伴奏者の階層は高く評価されている。この階層録は現代を、アム、アイトゥーラウド、すなわち、音が大きすぎますか というもので、歌手に遠慮して控えめに弾くのではなく、音楽の要求に従い積極的に表に出た、演奏をしている彼から歌手へのユーモアあふれる、メッセージである。これらの分泌活動は引退後も続けられた。1955年にはピアノを弾きながら伴奏の、極意を語る LP、ザンシェイモドアカンパニストをリリース。CD 版のおまけでは、ビクトリアでロスアンヘレスが、 ピアノに回って彼が歌うシューマンという趣向で、チャメっ気を披露している。1967年2月20日のムーアの引退記念演奏会には、彼と長年共演を重ねたディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ、ロスアンヘルス、エリーザベト・シュバルツ・コップが出演しており、彼らの演奏はライブ録音としてレコード化された。なお、彼はこの演奏会の最後にアンコールとして、シューベルトの歌曲、 楽にヨリスの自作編曲を演奏したが、これは彼の数少ないソロ演奏の一つであった。ムーアが加わって録音したレコードの多くは世界各国でレコード賞を受賞している。また、ムーアは1954年に大英勲章を受賞した。演奏会からの引退後もフィッシャー・ディースカウやヘルマン・プライラーとのレコード録音を続けたが、1987年に バッキンガムシャーで死去した。ムーアは、先日の、お耳障りですかの他にも、いろいろな著作物を残している。ありがとうございます。